映画「若大将」シリーズのヒロイン澄子役で、清楚で親しみやすい魅力で国民的スターとなった星百合子さん。それにしても3度も結婚したのはなぜでしょうか。彼女の生い立ちや足跡とともに気になったので調べてみることに。本名は清水百合子さん。1943年12月6日生まれ。東京都千代田区出身で、身長164センチ、血液型 A 型。学歴、聖花学園女子高等学校卒業。実家は神田鍛冶町で乾物屋を営んでいて、5人兄弟の末っ子だった星さん。しかし、父親は小6の時に他界して、星さんも子供の頃は自転車で配達もしたそうです。ずっと宝塚歌劇団が大好きだったことが、星さんに大きなチャンスをもたらします。東宝が宝塚歌劇団東京公演にちなんで催した、1958年のミスシンデレラ娘で優勝して、芸能界に足を踏み入れた星さん。デビュー時のキャッチフレーズは、刃のシンデレラでしたが、スタッフのアドバイスで刃を矯正して、銀幕デビューは1959年鈴懸の散歩道で、同名のレコードで歌手デビューも果たした星さん。1960年、浜美恵さん、田村奈美さんとの3人ユニットで、東宝スリーペットとして、サラリーマン喜劇を中心に活躍。清楚だけど、気が強いところがある役が多く、その後も話題作に次々に出演した星さん。1961年に人生を左右する作品に巡り合います。映画「大学の若大将」で加山雄三さんの恋人、中里澄子役に抜擢されると、映画は大ヒットし、星さんもたちまち大ブレイク。1968年、リオの若大将までの11作品に出演します。スポーツ万能で、歌とギターが上手な雄一と、明るく爽やかなスミちゃんとのカップルは、当時の若い世代の憧れの的でした。加山さんの代表曲、君といつまでもは、映画、エレキの若大将の劇中歌で、雄一がスミちゃんに捧げた曲ですが、300万枚を超える大ヒットになり、第8回日本レコード大賞の特別賞を獲得。澄子役がハマり役となった証拠に、その後も街で澄ちゃんと呼ばれるほど国民から愛された星さん。清く正しく美しくという言葉がぴったりの清楚系スターの代表格の存在となって、ファッションアイコンとしても世の女子の憧れの的でした。意外なのですが、星さんは特撮映画にも出演されていて、所属が東宝芸能ということもあったのでしょうが、1964年モスラ対ゴジラや三大怪獣地球最大の決戦に出演して、特撮ファンの親父たちを歓喜の渦に。そんな親父たちの願いを叶えるべく、2000年には映画ゴジラ対メガギラス G 消滅作戦で復活して、往年の特撮ファンをまたしても歓喜の渦に。しかし、時代の流れには逆らえず、1969年からは、斜陽の映画界からテレビへと軸足を移した星さん。ですが、人気絶頂の最中で結婚するのです。そのお相手が意外な方でした。当時、実業界で売春王の異名を馳せた横井秀樹さんの長男と結婚しますが、わずか80日余りでスピード離婚という結果に。後から考えれば、かえって良かったかもしれませんが、元夫の父親である横井秀樹さんが、1982年に歴史に残る大事件を起こしてしまいます。経営するホテルニュージャパンで火災が発生。全焼しただけでなく、史上稀に見る被害者を出し、元義父は禁錮3年の判決が確定。服役することに。その後は急激に経営状況が悪化したことで、2008年に元夫は自ら命を絶ったのだとか。スピード離婚した理由は正確な不一致でしたが、華麗なる家系も中に入ってみると
そこで生きていく自信がなくなるほど感覚がずれていたことが想像できます。ものすごいストレスで頼るべき人が必要だったのでしょう。離婚前に不倫関係となった星さん、そのお相手は関西の喜劇作家で脚本家の花と小箱さん。二人の馴れ初めは花とさんの脚本演出の舞台細腕繁盛記へ主演されたのがきっかけで、恋に落ちた二人は星さんの自宅で同居することに。しかし当時花とさんには奥さんがおられ、条件付きで1974年に離婚されるのですが、その条件がなんと星さんとは結婚しないことでした。ですからすぐに結婚できなかったのです。花とさんと正式に結婚したのは1975年。それもなかなか結婚しない二人を見かねて仲間が結婚式を仕組んだそうで、周囲から祝福されて結婚した二人。結婚後の星さんは順調に女優活動を続けますが、8年後の1983年に花とさんが肺がんで55歳の若さでこの世を去ります。二人にはお子さんはいなかったというものの、やっと手に入れたささやかな幸せがまたしても星さんの手からこぼれ落ちたのです。もはや結婚に積極的になれなかった星さんですが、星さんの友人の紹介で知り合った方とどちらも再婚ということもあり、心が通い合うようになって、1990年に47歳で会社役員と再婚します。結婚後は京都に移住されて、ご主人と義母と猫に囲まれて穏やかに暮らしていたと聞きます。義母は昔女優の山田いすゞさんの付き人をしていたので、星さんの仕事にも理解があったのでしょう。実の娘のように星さんを可愛がったそうです。ちなみに星さんは3度の結婚を通して子供さんはいらっしゃいません。3度目の夫には息子さんがいたのですが、とても仲が良くて、東京での仕事の時は息子さんのところに泊まることが多かったそうです。仕事も1997年 NHK 連続テレビ小説アグリや、2008年 NHK 大河ドラマ篤姫や2時間枠ドラマでお茶の間の支持を得ています。アグリで主演の田中美里さんはデビューしたばかりの頃に挨拶の仕方やマナーなど全て星さんに教えられたことを感謝しているそうです。充実した毎日を送っていた星さんですが、以前から心臓が悪く、2017年に心房細動と診断され、2018年2回目の手術のために京都市内の病院に入院したのですが、あろうことか手術前の検査で肺がんが発覚。しかもすでにステージ4だったといいます。よりによって花とさんと同じ病とは、常に仕事のことを考えていたという星さん。その日も病院でカレーを3口ほど食べた後、大好物の杏仁豆腐を食べたそうですが、22時ごろ息苦しいと言ったため、ご主人が15分ほど背中をさすると、星さんはありがとう、だいぶ楽になったわ、そう言ったそうですが、まさかこれが最後の言葉になろうとは。その後もご主人はしばらく背中をさすっていたのですが、5分ほど経った頃、まるで腕の中に飛び込むように倒れてきたのだとか。すでに星さんに意識はなく、最後は眠るような顔だったそうです。残念ながら再び息を吹き返すことはなかった星百合子さん。2018年5月16日永眠、享年74歳。遺作は2019年の映画初恋でした。せめてもの救いは愛するご主人に抱かれて旅立ったことではないでしょうか。取材を受けてご主人は、私にとって星は宝です、宝物がなくなってしまった、そう言って涙を拭ったそうです。また美しく清潔感あふれる相手役を務めてくれたからこそ
今の加山雄三は存在しています。君との作品は僕の財産。いい思い出をたくさんありがとう。どうか安らかにお休みください。君といつまでも。総和歌大賞はお別れの言葉を送ったそうです。いかがでしたか？あなたはどう思いますか？星ゆり子さん、映像の中のあなたは永遠です。ご冥福をお祈り申し上げます。合唱。